どうも、ジンです。大変ご無沙汰しております。もうね、体調不良、もう最強の体調不良になりまして、例の、柳島、湘南柳島の時からですね、まあ、だましだましサーフィン等はしてたりもしたんですけども、でもやっぱり完全な、こう、絶好調までは行かずにですね、もう今もちょっと鼻声なんですけど、蓄能です。はい。重度の蓄能です。もうね、サーファーならね、こう、なったことある人いるんじゃないかなと思うんですけど、もうね、めちゃくちゃここが痛いんですよ。ここ。で、まあね、関節痛とかね、そういうのはまあ、ね、皆さん分かってるじゃないですか、辛さっていうのはね。ただこの蓄能の痛みっていうのはですね、もうね、なんかね、こうボディーブローのように効いてくるというか、もうこう頭痛に近い感じなんですよね。で、まあ今も鼻うがいとかしたりして、まあ抗生物質を飲んでるはいるんですけど、今週末、ちょっとですね、トリップ行きます。はい。まあ、そのためにですね、体調ちょっとかなり整えなきゃいけないということで、まあ、動画もちょっと、あんまり撮らずに編集もせずにちょっとこう体調を回復するのにかなり時間をかけました。はい。なのでめちゃくちゃね、今仕上がってはいるんですけど、ちょっと無理は禁物ということで、はい、ゆっくりね動画アップしていこうかなと思ってます。そんな意思表明の動画なんですけど、今日はですね、ちょっとこの、まあ、蓄能の話で始まってしまったんですけど、フォローアップ動画ということで、カーボンね、カーボンボード2本目、まあ、守備予選で負けてしまってはいるんですけど、まあ、その後やっぱサーフィンしてても、やっぱすこぶる調子がいいんですよね。はい。なので、まあ、なんでね、そこまで調子がいいかっていうのをね、ちょっと僕なりに考察してみたので、ちょっと最後までね、皆さん興味ある方はご覧ください。ということで、行ってみましょう。どうぞ。はい。ということで、まあ、カーボンですね。はい。まあ、村田嵐もですね、なんかカーボンのボードやっぱり手放せてないですね。はい。まあ彼も、ご存知の通り、フルカーボンのね、板をですね、もうめちゃくちゃ本数乗ってます。まあその彼がですね、やっぱりカーボンから離れれないというのは、見てるとわかると思います。やっぱりコンディション選べないですよね。彼もそうですけど、僕もそうなんですね。入るときに、まあいろんなシチュエーションでやらなきゃいけない。で、特に彼が入ってるポイント、結構たらいんですよね。で、たらくてセクションが出てくるポイントでやってるので、やっぱ僕見てると思うんですけど、ああいうシチュエーション強いですね。先日僕上げた動画でも、こうすごいフラットな波、まあ、掘れてる波って基本的にどの板乗ってもいいんですけど、調子はね。はい。EPS だろうが PU だろうがいいんですけど、やっぱこうフラットセクション、こうすごいこうマッシーなこう、たらーい波ですよね、いわゆる。パワーゾーンがまだこう明確に出てこないようなところを、こううまくこう、なんて言うんですかね、この叩きながらこう進んでいく。あのセクションでどれだけこう板をね、こう前に出せるかっていうところが、まあ重要になってくるんですよ。はい。もちろんね、テイクオフも相当重要になるんですけど、ただやっぱり立った以上はその波をこうメイクするっていう意味では、やっぱりそういったカンマなセクションをどれだけ抜けれるかっていうのもすごい重要になってくるんですよね。はい。なので、まあそういったところで、通常のサイズのボードでも、やっぱり同じ数値のボードを乗ったとしても、やっぱりこう駆け抜けていける場所がね、全然違うんですよね。はい。もっとサイズがある、リッター数が高いボードであれば、そういうところも抜けていけるんですけどね、ミッドレングスとか。まあ、そういったところも、こう、技術があれば、カーボンボード、こうね、抜けれるんですよね。はい。なので、ちょっとコンディションをね、やっぱりこう、選べないっていう人に関しては、やっぱマテリアルでかなりね、こう、優位に立てるんじゃないかなと思いますね。今、うちの、こう、カーボンオーダーしてもらってる人に関しては、やっぱり10歳若返るとかね、そういうワードが出てくるんですけど、まあ、まさにその通りで、やっぱり動きも軽やかになりますし、まあ、僕も40手前ですけど、ショートボードでね、まあ、それなりのターンができるので、やっぱりボードの力っていうのは大事なのかなと思います。で、あとプラスはですね、やっぱり EPS っていうのもいいのかなと思いますね。はい、単純に。まあ、カーボンって言ってますけど、やっぱり EPS ボードっていうのは、まあ、いいんですよね。
今までの EPS 何を敬遠されてきたかっていうと、やっぱり硬さ、ボード自体がすごく硬くなってしまうっていうのが、まあ基本的にはやっぱりこうネックになってしまってたとかですよね。しなりが出せないっていうのが、まあそれを今回このバキュームと、カーボン繊維、炭素繊維を使ったこのマテリアルの複合で、カバーできてるんじゃないかなっていうのが、まあ僕の見立てです。はい。まあ実際ね、破損等はやっぱするんですよ。なので、まあ、劣化に伴うね、こうクラッシュだったりとかそういうものはね、もうしょうがないんですけど、ある程度はね、やっぱサーフボードものなので、まあ、消耗品と思って、乗っていただけるのが一番いいかなと思います。はい。まあサーフボードね、毎年毎年こう一本追加で買うっていうのは、まあ、難しいんですけどね。ただカーボンボードに関しては色とかもね黒いんで、こう日に焼けた劣化みたいなのはね、こう EPS 特有のこの日に焼けたこうなんていうんですか、黄ばみとかもないので、個人的にはこうね意外とこう気持ち的にはこう新品ボードをこうかなり維持できるんじゃないかなっていうのはありますよね。はい。ティントとかね、スプレーとか入れたとしてもやっぱり樹脂がこう黄ばんだりしてくるので、そういうものはないかなと思いますのでね。はい。かなりね、こうそういったところでもいいのかなと思います。はい。まあ本当百聞は一見にしかずということで、僕の動画見てね、こう気になってる方はたくさんいると思うんですけど、本当にね、チャンスがあれば乗ってほしいなと思います。何度も言うようですけれども、乗らなきゃ分かんないっていうのはね、本当に、その言葉まんま、乗らなきゃ分かんないのがカーボンボードです。はい。まあ僕サーフボード全般乗らなきゃ分かんないなと思ってるんで、なのでね、僕のこ の板乗ってる3ディメンションはすごい試乗会をしてるんですよね。はい。乗ってもらっていいボードを乗ってほしいんですよ。というか、やっぱりこう、乗らなきゃね、わからないんですよね。はい。サーフボードって実際。はい。なので、数値は違えど、そのモデルをね、自分の適正サイズ、ね、ちょっとこう、ずれたとしても、乗ってもらったフィーリングっていうのはすごい大事になるので、はい。僕はやっぱり、試乗会をかなりおすすめします。はい。そうだな。まあ、試乗ができなかったらもう買わなくていいかなって思っちゃうぐらい。僕はちょっと試乗をしなきゃ嫌ですね。はい。まあ本当車もそうですけど、服もそうですけど、もう試着もしないとか、もう見もしないで買う人いるじゃないですか。まあそれね、僕結構ちょっと結構なんていうか、いやすごいなと思いますね、正直。めちゃくちゃ余分な話になっちゃうんですけど、なんか不動産投資とかでも、内見せずに買うとかって言うじゃないですか。いや、ああいうの本当どういう感じなんだろうなって思いますね。僕は絶対見てもないし触ってもないみたいなものに何十万っていう何百万とか何千万っていうお金出せないんで、なんでなんかそういう感覚はちょっと僕にはないんですけど、まあそういったそういう人でね、いろいろこう想像力を働かせてね、こうなんじゃないかっていうのを想定してね、買ってると思うんで、まあ心の持ちようだとは思うんですけれどもね。まあそんな感じでかなり余分な話をしてしまったんですけれども、カーボンボードもしよければ、僕ね、乗ってるタイミングお見せできるんで、まあ、ちょっと乗せてっていうのはちょっとなかなか、適正体重だったら乗ってもらってもいいかなと思いますけど、まあチャンスがあればね、皆さん乗ってほしいなと、思っております。ということで、ちょっとですね、僕もここから立て続けに試合もないんですけど、まあ、9月のマスターズ、オープンありますから、まあ、そこに向けてちょっとね、自分のサーフィンも調整していって、まあ、コンテストのマインドにちょっとこう持ってったらな、持ってけたらなとは思ってます。はい。まあ、その前にね、刺身があるんで、刺身をね大成功で終わらして、自分のコンテストという感じの段取りになってます。はい。なんでもうちょっとね、僕に関しては落ち着いている夏なんですけれども、はい、皆さんね、夏シーズン真っ只中ということで、サーフィンねやられてる方めちゃくちゃ多いと思いますけれども、はい、まあ事故とかには気をつけて、サーフィンしてくださいということで、皆さんサーフィンいってらっしゃい。